本間伊予先生です。ですね。リアル資産ですね。今メールが来たんで、ちょっと、いいんじゃないかということで。リアル資産ですね。これはですね、こう見ますとですね、受付は 1日かな、あと3日5日とかあって、1年間置いとくと1億円、置いとくと427億とか4億円になると、こちらの方は2億円、こちらは 1.5 億円ですね。144.14%。これで 316.68%。1年間の利回りですね。ビットコイン系なんですね、これ。資産を預けると、普通銀行なんか金利 1% とかでしょ？しかし、ビットコインの場合は、323.24% とかね、預けると1年間でというなわけです。でこれなんか 511.12% ね、1年間預けると 511.12% になるってことですね。まあ現行ね、今後は分かんないですよ、逆に落っこっちゃうかもしれないですよ、マイナスになっちゃうか、80%、50%、40%、10% になっちゃうこともあるわけですよ。ね。全部すっ飛んじゃうこともあるかもしれないですね。だけども、当たりやすいんですね。これは417.55%。1年間置いておくと、4倍ちょっとなんですね。まあ、現行のパーセンテージちょっと変わりますけど、変動はあるんですけどね。まあこんな具合に 500% 多いですね。こんなの、これも 505% ですね。結構多いですね。だから銀行に預けないでね、1000万を銀行に預けないでこれ入れて、場合によって1年後、5000万になっちゃうんですよ。513.54% ね。預けると。5000万をまた捨てることもあるんだね。ゼロになっちゃうことあるんで、ね。うまく成長できないと落っこっちゃうこともあるんですけどね。ここ、509.23%。すごいでしょ？資産が、これは 327% になっちゃう。1年間で。で、選べてね、安全そうなの見るんだけど、逆にね、こういうもんはあんまり、パーセンテージが低いの、156.4% とかいうのは書いてね、低いからって安全というわけじゃないんだよね、これがね。あ、これ。637.62%。ここに1年間1000万預けると6370万になるんですね。今んところそういう具合ですね。変動はあるんでわかんないんですけどね。今はそういう状況だそうです。だから今、上がり最中でこれから暴落することもあり得るけどね。ね、まあ、流れに乗ってピックアップしたようなもんですね。これも 600%、642、613ね。こういうビットコインのいいのは、こういう金利とは違うけど、博打風ですけれど、
1年間預けるだけで5倍なんて簡単なんですよ。博打もありますけど、1年間預けておくと、ここに預けておくと博打ではありますけど 509% とかね、513.54% とかね、今600はあるからね、さあそれでどうでしょうかっていうね。これはもう本当にね、1年間預けててね、勝負するというわけですね。じゃあハンマー岩尾先生が紹介したかったのはこんな感じでね、保有するね。あと手堅いのもあるんですよ、月 5% とかね、月 5% のせい、月 1% か、月 1% とか 2% ね、そういうのもまたビットコイン、こちらバイビットの資産運用なんですけどね、な保有資産をしっかりね増やそうと書いてるんですけど、まあ博打ではありますけ風ですけれども、博打ではないんですけどね、流れによって世の中の動きによって左右するんですけれども、うまくこう読んでやっと押していくと、何もしないでこれを見てね増やしていくっていうのもあるんですよ、資産をね。だから資産の20分の1とか入れておくんですね、20分の1でね、どれかいいの合わせて成長させていく、ね、年に 327.14% に増えるからこれにしようかとかね、これが安全かなとかね、ということですね。まあちょっと紹介は、銀行なんかの定期貯金なんてのはもう全然意味ないですよ。ね、こう 637.62% ですよ。1年間預けとくと、成功するとこうだと。ゼロになることもありますからね。637.93% に増えてる。1年間預けるとね。まあ、締め切りでどんどん変わってきます。新しいのが追加されてきます。これ受付が1日ってことですよね。3日、5日ってね。そういうことですね。まあ今回ちょっとね、お見せしたかったのはこの資産運用ですね。全然違います、増やし方が。ビットコイン系をね、どうもありがとうございました。